ハロー、ティス・ミサキ。こんにちは。写真映像作家の松井美咲です。昨今、卒業式や入学式、送別会といった、いろんなイベントが延期中止になる中、元気をなくされている方もいらっしゃるかと思います。で、またお花屋さんの方も影響を受けまして、需要が減って、咲いていても捨てられるっていうことが起きているようです。で、私にとってお花はすごく癒しをくれる存在で、お部屋にお花があるととても明るい気分になったりもするんですけれども、皆さんの心を少しでも、明るく、することができるようにと、思いまして、写真プロジェクトとして、花のある生活、花のある人生を立ち上げました。いつもセンスあふれるお花を提供してくださっている、花善さんからのご賛同も頂戴しました。お花で心を元気にしたい、お部屋を明るくしたい、生活を華やかにしたいという方は、ご連絡をいただければと思います。それでは今日も元気に参りましょう。バイバイ。